ジェフユナイテッド市原千葉レディース対セレッソ大阪ヤンマーレディースの一戦です。今日の会場は福田電子アリーナです。まずは前半10分です。千葉のシーンです。千葉レミナ、今日はカップ戦初スタメンとなりました。そして後ろから来たのが鴨川でした。スピードを生かしたプレー、千葉レミナが作って最後フィニッシュ、鴨川打っていきました。続いて22分セレッソのシーンです。小山忍美、左から運動量のある田中、粘ったところ、落としたところに宮本が待っていました。中盤からミドルを狙っていました宮本です。この運動量を生かしたプレー、そして34分のゴールシーンです。混戦になったところで、まずこぼれ球、セリカが放っていきます。そしてこのこぼれ球に対して詰めていたのが小山忍美でした。今シーズン初ゴールとなりました小山忍美です。これでセレッソが先制です。1対0。高場から最後落ち着いて流し込んでいきました小山忍美です。1対0とリードして折り返すセレッソです。なんとか反撃のチャンスをつかみたい千葉、そして追加点を狙いたいセレッソ。49分のシーンです。セレッソ、やかてが粘ってシュートでした。惜しくもゴール上、ただ積極的なシーンが今日何度も見られました。前線からのプレッシャーに行った上で、この最後をもちろんゴールも狙っています館。そしてこちらセレッソのフリーキックからの得点シーン、途中交代で入った白垣でした。白垣は現在17歳です。脇坂のフリーキックから大外、最後混戦になったところ、こぼれたところを白垣うどん落ち着いて決めました。そして77分、今度は千葉のシーンです。まず鴨川のシュートとなりましたが、惜しくもゴール左となってしまいました。千葉対セレッソの一戦は2対0でセレッソが勝利しました。